みんなにサイン書いてもらわなきゃいけないからね、目薬さしたら泣いてるみたいになっちゃった。でも飯はテンションが低いのはメールが送れないんですよ。なんか泣いてないですよ、すごい泣いてるみたいなんかメールがモバメが SKE メールがうまく送れなくて、すごい自分が黒い気持ちになってるからショールームできないわと思ってやってなかった。なんか今もメール送ろうとしたんですよ。そしたらなんか初めてね、画像の添付サイズが大きすぎるので受信できませんって初めて返信が返って、再度送信お願いしますって。普通の画像、普通に1枚だけだよ、1枚だけ貼っただけなのに、えみたいな。で勢いでショールーム始めちゃいました。よっぽど高画質、普通に今まで送ってた写真だよ、今まで1枚で。ネジは結構メールで何枚か写真送ることが多いから、写真が送ること多いから、それでなんか容量大きいって言われちゃったら、あちょっと枚数つけすぎたかなって、それは自分で反省したり、あもうダメなのかこんなにはって思ったりもするんだけど、1枚だけですよ、1枚だけ。しかも超どうでもいいメールを、超どうでもいいメールなんですけど、内容も超どうでもよくて、さっき歌舞伎揚げを食べてたら歌舞伎揚げが四角かったんですよ。歌舞伎揚げって丸いものばっかだと思ったから、え歌舞伎揚げ四角いのもあるんだと思って、その歌舞伎揚げ四角い写真を撮って、それ一枚だけ撮って、歌舞伎揚げって四角いのもあるんだねって書いて送っただけなんですよiPhone、 そうライブでは撮ってない、普通の、そう四角いやつびっくりして。歌舞伎揚げ、でも歌舞伎揚げって前書いて送られてるから、その超どうでもいい内容のメールを、まあ普段だったらそんなねメールにも送らないかなって内容を、ちょっとびっくりしたから送りたくて送ったのに受信されなかったんですよ。何故っていう感じなぜなの、なぜ私の歌舞伎揚げの写真を受信してくれないんですかでさ、いつもデコメーラー使ってたんだけど、なんかデコメーラーもそのダメって言われたわけじゃないんだけど、その容量が大きいから送れなくなるマウスみたいな、容量が大きいから送るのにもうなんか軸超えるし、リンク貼られなくなっちゃったし、だからもうなんかそれは容量が大きいからですって言われたんですよ。聞いたの、なんでですかって。もう暇だったからさ、そのメール送って自分で確認できるサイトがあるんだけど、そのサイトでねずっと受信されたかなってずっとチェックしてたの、ずっとチェックしてたんだけど、なかなかいつも以上に送られないし、なんか文字のサイズとか勝手に変わってるし、あのリンク貼られてないし画像に、だからで、なんだけどマネージャーさんからはそれに対して何の連絡もなくて、だって私が普段送ってるメールがいつもだったら20分とかそこらで届いてるのに、それがなんか1日経っても届いてなかったりさ、もう なかったことにされてたりさ、悲しいじゃん、悲しいのにさ、なのにさそれをさもうなかったことにされて、連絡も何もなくて、私がこうやって見てなかったらさ本当になかったことにされてたんだなと思ったらめっちゃ悲しくて、だから聞いたんですよ、なんでですかって。そしたらそれは容量が
容量が大きいからですって言われて、だから私メールの送り方変えたんですよ。もうデコメールがやりやすかったからよかったんだけど、違うのに変えたんですけど、普通に Gmail のアプリから送るようにしたんですね。でもその Gmail の画像添付って一覧からしか貼れないんですよ。一覧しか見れなくて、わかんない、やり方があるのかもしれないけどわかんなくて、画像貼ろうとしてもこの全てっていうとこしか見れなくて、デコメーラーはその フォルダー分けしてるのがフォルダーごとに開けたから、そう、送りたいなって思うものをあらかじめフォルダーとかに保存してたりしてたから、そこからすぐ探せて便利だったのに、それができなくなっちゃって、で生写真とかのオフショットって正直めちゃめちゃ前のなんですよ。めちゃめちゃ前のだし、それまでに自分でめっちゃ普通にたくさん写真撮ってるから探すの大変で、で1枚写真貼ったらまた元に戻っちゃうし、なんかスクロールしてたら変なとこ行っちゃうし、だからはやもうやと思ったの、もう嫌になったと思って、でも送らないわけにはいかないじゃん、みんなメール撮ってくれてるし、だからもう昔の写真探すのを諦めて今撮った歌舞伎揚げの写真を送ろうと思ったのに、それすらも送れなくて、なんでこんなに相性は悪いんだと思って、自分の中の黒い感情がぐにゃぐにゃしてるの。なんで？え、iPhone アプリの Gmail だとアプリかアルバムから選べるの？私のやつ選べないんだけど、なんで？調べてもないしまだ。ちょっとちゃんと自分で解決策考えよってとこからなんですけど、え、でもそう、送信する画像の容量設定とかさ、 Gmail ありますか、アプリ。なんか容量小さくしてって言われたけど、え、それ選択できます？もう嫌になっちゃって、なんで送れないのって、私もうこれから文字しか送れないのってしかも今までできてたことなんですよ、今まで普通にできてたことなのに急にできなく、そのまあ、あ、変わったなっていうタイミングは普通にその担当の方が変わっていろいろ変わったんだろうなっていうタイミングはしてて、本当にそのタイミングからできなくなっちゃったから、なんでだろうって思っちゃいますよね、こっちは。え、すべてって押すじゃん、写真添付押す、写真の横にすべてって出てくるじゃん、すべてって押したらモーメントに飛ぶんですよ、モーメントに飛んで、そこからどこにもアルバムに行かないんです。アルバムってか、そのフォルダ、お気に入りとかさ、アルバム、そう、アルバム、モーメントってなんか日付別になんか分けられてるさ、やつに飛ぶんですよ。写真へのアクセス許可の問題？私は何かを許可していないの、 Gmail のアプリに対して。これでさ、自分です、でもさ、え、それはまあいいや、まあ良くないんですけど、え、で Gmail で画像送るときに、画像送るときに画像の大きさって選べますか？写真のアクセスは許可してるよ、読み出し書き込みってやつ。全ての写真とかない、何もない、写真のアクセスを許可するか許可しないかの二択。
大きさ選べないですよね。1枚だけの画像を送ろうとして、それでさ画像の容量小さくしてくださいって言われたら、私はわざわざアプリでさ画質落としてから送らなきゃいけないのっていう気持ち。でもダメなのこれね、歌舞伎揚げは四角かったんですよ。 iOS アップデートしてないかも。 iOS アップデートしたら解決しますか。 iOS ね放置しちゃうんですよね。 なぜなら夜寝る時までスマホをいじってるから。最新ではないですね。最新にしたら変わるかな。画像のサイズってさどうやって見れるの。でも送信できましたって言って、あの自動返信なんていうの、自動返信で返ってくるやつで容量がいっぱいでから受信できませんでしたって SKE メール側から返ってきたから、その写真の量Gmail が送信できてないことはないんですよ。なんで？でもさマネージャーさんに聞いてもさ確認しますでさ確認しますまでが長くてさ、そのさもうなんならシステムのその人とさもう直接お話ししたいくらいなのにさ、もうやり取りがめんどくさくて、だからこうやってファンの方に聞いちゃった。一番わかるかなと思ってみんなが。四角レアなの。四角もう一個あったよ。でっかい袋でもらったんです。ちなみに四角これを送りたかったの。画像の容量になってるか、それまたさそんな画像の容量だからさ、そんなたったこの歌舞伎揚げ1枚の写真で送れないだけだったらもういいよ、もうメールで送らないってなっちゃう。いいよじゃあストーリーに載せるよって。でもさメールはさそうやって一応有料のサービスじゃんね。だからさ送らないのは良くないと思ってちゃんと送ろうとしてるのにさ、なのにさそんなさわざわざ容量小さくしてから送り直してください、そんなめんどくさいじゃん。そんなんだったらストーリー載せるわって思っちゃうの。おこごめんね、珍しくなんか最近すごいさ、だから楽しいショールームにしようと思ったからさ、自分の心が黒い時はやらないように心がけてたの。悲しいよ、今までできていたことができなくなるってすごく悲しいね。しかもなんでそれができなくなったかをさ説明されないっていうね、すごい悲しいことになってる。悲しいなって思ってるよ。悲しいです西は。でだしさメンバーに会うこともないからさ、この上辺の話なんか話せるのさメンバーしかいないじゃん。でも会わないからさ LINE で話すにもさちょっとなんか限界があるというかさ、なんでってさ特別話したのに会わないからさ、みんなに気持ち伝わった。もうメール送りたくなくなる気持ちも伝わった。このシステム的な問題でね、悲しいね。
だからイライラしちゃうの、イライラしちゃうんだけどさ、マネージャーさんに当たるのも違うしさ、スタッフに当たるのも違うって違うじゃん。でもさ、私の連絡、この伝える相手はマネージャーさんしかいないからさ、マネージャーさんに言うのもなんかさ、なんか口調が強くなってる気がしてさ、もう言えないわと思って、もう、はあ、もうお経でも唱えようかな。悟り開こう、悟りを開くしかない。心を穏やかに生きて、心を穏やかに生きていきたいから。なんでなんですかね。に、そうす、兄さん粉々、いい兄さん、いいな、きよ兄さんに臭いて、みんな良いよさん、夜なごみごっくん、むらない、ばあさん、ばあさん吐くな、夜なごみごっくん、むい、むらない、なみへい泣くな、ばあさん吐くな。です。100までは。兄さん粉々、いい兄さん、いいな、行くよ兄さん、肉裂いて、みんなは良いよさん、夜なごみごっくん、無いむらない、なみへい泣くな、ばあさん吐くなって覚えるんです。そう、人よ、に人見頃的な、100までの素数。2、2、3、粉々なんで、5、7、2、3、粉々。すごいね、2、3、粉々になって、いい遺産、いいな、行くよ兄さん、肉裂いて、みんなは良い予算、夜なごみごっくん、無意無難ない、なみへいなくな、ばあさんはくなです。換気の仕方、とりあえずその Gmail でアルバムから、アルバムから送れるかどうかは、まあ一個試してみるのは iOS をアップデートすることだから、それはあの今日の夜します。ちゃんとスマホいじりながら寝ないで、今日の夜ちゃんと休み、つなげてやります。でもそうやったところで1枚の写真すら送れないようでは意味がないんですね。悟りを開くした、デフォルト名前使ってないんですよね。使ってないからアンインストールしちゃってる。デフォルト名、インターネットブラウザは何使ってるか関係あるの？この話で何が分かるの？それで チーンって感じね。今までやってたやり方がダメ、なぜかダメって言われちゃったから、じゃあ変えようと思って自分が変えたのに、その変えたやり方すらうまくいかなくて、すごく悲しい気持ちなんです。無関係。気になっただけ。なるほど、
エンです。細かい設定は PC でないとできないよ。細かい設定の問題なのか。一昨日目薬と間違えて、それは痛い、それはなく、違う、長文のメールじゃないよ。歌舞伎揚げが四角かったってだけの話だよ。そもそもどこまで小さくする、それな、普通の写真一枚だけだよ。今時そんなのも送れねえのかよって。やばいやばい、お口が悪くてよくないですね。でも初めて来た、受信できませんでした、自動返信。でも何も言われずに消え去るより、そうやって帰ってきた方がまだ嬉しいですよね。まだね。以上、気持ちが黒いメールでした。メールの話でした。焼酎じゃないや、お水だわ。矢田さんのエピソード、矢田さんのエピソードお話ししますよ。もう温めすぎて、もう何も面白くなくなったエピソード。そう、髪もようやく許可を得たんで染めたんですよ。早く病院行きたかったの、ずっと。チョコリエールとキノコやばいんですね。最近ニキビできた、ニキビできたんですよ。今だいぶ治ったんですけど、それも多分お菓子のせいなんですよね。私って普段お菓子って、いえ、なんか自分ではもうほとんど買わないんですよ。もう3ヶ月に1回買うか買わないかぐらいなんですけど、一じゃないよの収録でお菓子をたくさんいただいて、たくさんね、食べないお菓子がたくさんうちにまだありまして、お菓子を何か口に含みたいと思った時にお菓子が、やばい太っちゃうね、お菓子があるから。まあ別に黒くしたわけでも青くしたわけでもなくて、なんて言うんですか、3レベルくらいにしてくださいって言いました。ビットクマありがとうございます。お菓子があるんですね。だから今度事務所行くときにでも、もうお菓子持ってっといて、置いとけば誰か食べるから置いてこっかなと思って。なんか髪の明るさってレベルなんですよね。でも緑と青でも、そのこういう暗髪系にするのは、その青い系か緑色い系か紫系かの色を入れて暗くするから、そのでも緑系がいいって言ったかな。でも緑にしたいわけじゃなくて、なんて言うんですか、調べてください。毛染めのさ、なんか見本みたいなやつがあるんですよ。カラーチャート、カラーチャートです、カラーチャート。
ういうやつね、こういうやつのこの何レベル何レベル何レベルっていう風になってるんですよ。明るい方がそのレベルの色が高い、数字が大きくて。そういうのがあるんです。髪を染めるとはそういうことなんです。だから絵の具みたいに何色もあるわけじゃないんですよ。まあ何色かはある、その何色かはあるけど大まかにしかないんですよ。そういうことです。なので黒染めはしてないけど、黒染めっていうのは本当に黒くするやつだから黒くはしてないけれど、なんかその3レベぐらいの色にしたくて、でまあ暖色系じゃなくて寒色系の、まあ3レベルって言ったらまあこのくらいなんですね。そういうことです。これ使もう使えちゃいましたね。プロの方にお任せしてるので、はい、その染め粉を出している会社があるんですよ、シャンプーみたいに。そこのだからなんちゃらカラーなんちゃらカラーっていういろいろな種類があって、そこから選んでいくんですね。だからお店によって取り扱っているカラー剤が違うっていうのはあるかもしれないけど、基本的にカラー剤自体はお店オリジナルのものではないですね。いいよ、歌舞伎揚げのわざわざアプリで歌舞伎揚げの画像めちゃめちゃ荒くして送ってやる。はあ、もう何がいけないのよ、まったく。めちゃめちゃ画質悪い歌舞伎揚げの写真送ってあるんだから、もういっちゃんちっちゃくしよう、もうモザイク。歌舞伎揚げチャレンジするわ、モザイク並みね、モザイク並みなメールを送るね。アプリで使い回せなくて嫌なんですよね、なんか機能がたくさんありすぎて。もうそれはこのその文句はもうあれなんですよね、うん、おじいちゃんの文句言ってる。自動返信来なかったよ。何の歌舞伎揚げ？四角い歌舞伎揚げです。
よりをクリアしたくらい。だっていっちゃんちっちゃくしたの、モザイクモザイク。配信中に来るかな。配信中に来るまで配信するわ。テンション低いけど。やだよ毎回こうやってめんどくさい。Gmail と連動できる画像しかね。サイズそれぞれ変えてみて何通かどこまでいけるかな。それな、何メガバイト以下にしてくださいとか送ってほしいよね、せめて。やさぐれちゃうしさ。2個書いてあるからどっちかわかんない。なん送ろうとしたやつ、あこっちだ、 3.2 メガバイト送ろうとしたやつ。でモザイクが、モザイク画みたいにして送ったのが2で送ったから 2kbMP ってやつだった。違った。あれ、ちょっと大きいのか、メガバイト。なんでこの画質がいい、ちょっと画質が良かった。いや、普通だよね。普通。2キロバイトで送ったから。3.2 で届かなかったよ。2キロバイトで届かなかったらにさ、もう、もうやめてくれって感じ。おばめのサービスやめてくれって感じ。うん、あだってもうモザイクだもん、何かわかんない。説明文なかったら何の画像かわかんないくらい。チェックがそんな、メールってリアタイのサービスでしょ。やさぐれてるんで、反抗期なんで反抗期なんで、サイトちっちゃくしようって言ったから一番ちっちゃくしてやりました。反抗期なんで。やさぐれてるんで、ちょっと笑っちゃった。このバッグさ、明日に届くかなって言ってる上司がちょっと笑っちゃった。
き上げレジスタンス。バイク盗むのは良くないですよ。今時は違うんですよ。今時は盗んだバイクで走り出す歌が流行るんじゃなくて、うっせえわって言ってる歌が流行る時代なんで、うっせえわくらい言わせてください。最終的に画像で。令和はそういう時代なんで。せやくらい言わせてくださいよ。ツイッター大好きですよ。来た。メール届いたって祝。めちゃめちゃ小さくして、してやりましたよ。ウケる。反抗期。ニセはこうやって反抗したとこで困るのはファンの皆さんなんで。ありがとうございます。でもこれが最小です。ニセがアプリで試着できる最小。こちらが2キロバイトの歌舞伎揚げです。お納めください。メールに送った写真だけど、じゃあフリートにしとくわ。これはインスタじゃない、ツイッターだよ。フリートに載せとくね。メール取ってない人は見てみて。載せた載せた。フリートにしとか、ちょっとツイートするのいいや。今公式ブログはえなとなんか公式ブログも愚痴ばかりになっちゃってすごく申し訳ないんですけれど、公式ブログもその画像、そのブログの更新の仕方が変わって、そのブログ打って確認、まあ打って確認はできるんですよ。でも画像が表示されないんですよ、確認画面に。確認画面の意味って思って、このなんか四角いさ、ちょっと四角い画面内に、この文章内に四角い、ここに画像が入りますよマークは出てくるんですけど、確認画面に
なのに画像は表示されないんですよ、確認画面なのに。何を確認させたいんだと思って確認画面なんだから確認させてよと。送信履歴っていうか、その送れましたっていうやつもなく、送信できましたもなく、いきなりトップ画面に戻るから、本当に送れたかなって最初は不安だったし、で 送った内容自分で確認しようと思ってもそういう確認ページがないから、ただ送る専用のページだから、確認できないじゃんと思って、でそう、メールじゃないブログの更新の仕方変わったのも知らなかったしさ、当日の締め切り5分前にメール来たし、送るか、そう文章は出てくるんですよ、だから文の確認はまあできるっちゃできるんですけど、普通にその画像入れたい場所のところにこの四角、画像入りますよっていう四角、こうなんていうの、読み込み中みたいな、永遠に表示されないんですけど、その確認画面そう、だからさきさんだから、なんかあ、さきさんも知らなかったんだと思って、だから K2 のだからさきさん担当のも知らなかったんだと思って、ニセは結構早い段階でたまたまピオスさんのブログを見たんですよ。ピオスさんがなんか写真何枚も載せれるようになったみたいなの載せてて、えっと思って、そんなの聞いてないよと思って、へえでも変わったんだと思って、いつも通りのところに写真何枚か貼ったら更新できるようになるのかなっていうくらいで思ってたけど、試してはなかったら違った。ピオさんの担当マネージャーは連絡がちょっと早かった。そう、サキさんが怒ってたからね。そりゃ悲しいよ、だってちゃんと送ってたのにそれが消え去ったんだよ、悲しいよね。この世界のシステム全てに切れてないです。切れてないし、ただなんかもうちょっと上手いやり方あるんじゃないのっていうね、この世界とはこの世界とはっていう感じですけど、だから更新はできるんです、ピオさんに行かなくても。ニセも何回かブログは更新してるんですけど、確認画面のとこに画像が表示されないっていうのは確認画面としての機能が成り立ってないと思うんですよねっていう話だから、なんか更新もしたくなくなっちゃったごめんね、だから全然更新しなくて。もうバグってる、ピットクマありがとうございますね。なんでってなっちゃう。だってさ、しかもさ、ファンの方がさ結構何、そういう IT 系のお仕事されてる方多いのかなって思うんですけど、それはおかしいとか、うちだったらできるよとか、そのくらいはちゃんとできるべきだよみたいなのをさ、メールの返信とかでも言ってくださったりさ、そういう風にみんなが言うってことはさ、できてないのはちょっとおかしいなって思っちゃうじゃん。それをやるのがさ、すごい実はめちゃめちゃ難しいことで、すごい高いことを要求してるのかなってことが、私はその知識がないから分かんないから、
だからめちゃめちゃすごいことを要求してるだったらなんかそれはただのわがままになっちゃうなって思うけどさ、ファンの人がだからみんなさ、いやそのくらいはできるよみたいな感じで言うから、え、じゃあやっぱできることなんじゃないって余計思っちゃう。あのね、金がないのかな。ね、なんかね、悲しいですよね。すごい悲しい。何があったかな。悲しいっていう気持ち。神笛の公式ホームページに全力プラス載ってないですよね。しかも載りました、可愛いプラスのまんまですよ。それも言ったんですよ、なんで載せないんですかって。載ってます？載ってないですね。それもなんでって思う、悲しいなって思う。気づいちゃいました、それもちゃんと伝えたんですよ、なんで載せないんですかって。でもそれはなんかその聞いた時は気づいてなくて載ってないってことに。で SKE の公式のスケジュールにも載ってな、更新されますってのが載ってなくて、でもその神フレと SKE の公式どっちに載せるかっていうのは多分いろいろあることだと思うから、 SKE の公式に載らないのはなんかちょっとどういう決まりで分けてるのか分かんないけど、仕方ないにしても、せっかく紙フレのページ作っていただいたのに、なんで紙フレのページに載せないんですかっていうのも聞いたんですよ。聞いたし、載せてくださいって頼んだんですよ。なのに載ってない。スケジュールに載るようになった？スケジュールに載るから紙フレの方には載らないの？紙フレのページがあるのに。わかんないですよね。そう。ね。宅の代弁者。そう、管理がだからその。全力プラスを担当しているマネージャーさんと、カミフレを担当しているマネージャーさんと、でそのカミフレ自体を担当してくれているスタッフさんと、このホームページを担当してくれているスタッフさんと、あとそのまあスケジュールどういうふうに載せるかっていう決めてるスタッフさんとみたいなのがつながってないんですよね。それの宝の持ち腐れだよね。せっかくなんかホームページも作っていただいたのにさ、いくら私がさホームページ見てねってさ宣伝しても載ってなかったら意味ないじゃんって思うんですよね。あー悲しくなってきた。こんな愚痴みんなに言っていいことダメだよね、多分言っちゃってごめんね。すごいごめんねっていう気持ちがあるんですけど、ごめんねっていう気持ちもあるんだけど、なんか悲しいよね。泣きたくなってきちゃった。もう今日ダメなんですよ、感情が黒いから。それでもやるべき日じゃないんです今日は。今日は
感情が黒い日なんでやるべき日じゃないんです。しかも乗せてくださいって伝えたからね。伝えたし、伝えたからにはさ、紙フレの公式ホームページに紙フレの番組のお知らせを載せることができない理由があるなら、それを普通に教えてほしい。だって可愛いプラスは載ってるんだよ。確認しますからさ、返事が返ってきたら試しがないよ。めんどくさいって思えてんだろうなって思いながら、でもそういうとこってそういうとこが大事じゃないのって思うんだけど、イラボールありがとうございます。でさ、せっかく紙風のホームページがあるんだよ、なんでって感じだよね。 YouTube もさ、やっぱさ最初が重要じゃん。チャンネル作りましたって言ってからその後の動きが重要なのにさ、ダイジェスト載せますってとこまでしか決まってなくて、チャンネル出すの決めたのかって、この辺にしておくごめんなさい。 YouTube 平田さんの名前間違ったもの、うん、いくら登録してください見てくださいってもう何もなかった、ないじゃんね。お水飲みます、ごめんなさい、ごめんなさい、本当に黒くてごめんなさい。そういうなんでだろうっていうのが紙フレでは聞きやすい環境だからすごいいいなって思うよ。いいなって思う。なんかミーティングとかもあるから、だからそのよりね、チームで頑張っていこうって思うし、やらなきゃいけないこととかが明確になるからいいと思うけど、なんかこんな色々思ったことあるんですよ今日は歌舞伎揚げが遅れなかったので現場からいっぱい飲めますか。いっぱい飲めますか。だけ。
すべて歌舞伎揚げのせいですね。こういう配信で帰ってマイナスな、大丈夫です、ニジもやめるんで。やめるって言い方すごく良くない言い方してごめんなさい、卒業するので。飲みながら見てるから僕が頼む、それな。すごい今の良くない言い方したご謝ります、ごめんなさい。でもなんか、ね、みちはドラフト会議の時憧れの先輩かおりさんって答えてますから。なんだろう、そういうグーグタスとかね、そういうのを見てすごい好きになったから、そういう発信力のあるメンバーになりたいなと思って書いたんだけどね。でも SKE が好きだから、そういう風に SKE に対してみんなが悪いイメージを持つのは良くないと思うし、 SKE をこれからも応援していきたいと思うから、そういうことはしないよ。自分がいなくなるからどうでもいいなんて思ってないし。持ってないし、好きだからこそなんか良くなってほしいなって思う。そういうとこはね、難しいね、分かんないからね。自分がそういうさ、知識がないことをさ、こうなったらいいのにっていうことは誰にもできるけどさ、それができることかできないことかの判断がつかないから言えないよね、なかなか。そういうことです。逆に他のメンバーは思ってないのかなと思うけどね、そういうところに画像確認できないの嫌じゃないのかな、こんなに気にしてるの私だけみたいな。ね、思うとこも違うんです、感情が黒い部屋いろいろ思ってしまうんで、すごくよろしくないんですね、すごくよろしくないんです。よろしくない日に配信をしてしまってごめんなさい。何があったの、髪の毛が暗くなりましたんで、暗気持ちになりました。はてな。今日はうっせぇわな日なんで、今日そう話す相手がいなくてね、今ちょうどね、みんなに会わないから。全部髪色のせい、全部買う、今日はちょっとできない、こんなことになると思う。疲れてないですよ、むしろ何もない、8日の公演。急に話は変わるんですけど、8日の公演の髪型何にしようかなと思って、最近の握手会こんな話で、最近の握手会距離があるんでね、距離があるんで、ミスがもう愚痴ったら
丸聞こえなわけですよ周りに。ちょっとできないね。8日が最後の公演なんですね、外予公演前。もうちょっと公演あると思ってたんだけど出れないみたいで、だから卒業公演はハーフアップするってもう決めてるから。卒業公演ハーフアップするってもう決めてるんで、8日何にしようかなと思って。これやばい、口がお口が滑ったかもしれない。これは聞かなかったことにしてください。口が滑ってますね、これはすごく。あった。でも、自分、いや、ワンチャンあるかもしれない、ワンチャンあるかもしれないけど。ワンチャンあるかもしれないけど。何も聞いてない、そこだけの話でよろしくお願いします。だから予感何の髪型にしようかなってずっと考えてる。卒業公演はツインテールを高い位置で大きぽう。もうちょっと公演あると思ったし、もうちょっと出たかったんだけどなっていう気持ちはある。出してくださいって言ったら出してくれ、でも出してくれないんだろうなって。時を戻そう。ペコパになりましょう。ペコパは素晴らしいですよね。ペコパは誰も傷つけないですから、ポジティブにいきましょう。ペコパで。芸人さんです。面白いギャグ、時を戻そうってシュウペイですって知らない？面白いですよ、ギャグネタ。誰も傷つかない平和な漫才なんで見てください。ポジティブ大事。忘れてしまう。おかんが好きなやつはあれです、ミルクボーイさんですね。最近バラエティ見るようになったんですよね。なんかあんま見てなかったんですけど、あ、車のお気に入りも見てました。見つけたっていうか、この中だったらこれだなって思ったんだけど、ちょっとメモしてくるの忘れちゃった。またにしますわ。なんだっけ、有吉の壁とか面白くないですか。アメトークで、笑いライブとか見たこと、見に行ったことないな。
じゃこの前あすごいなんか気づいたらめちゃめちゃ時間経ってるじゃん。メールも届いたし気づいちゃった。すごい最後の1じゃないのがグダグダすぎて、自分的にグダグダすぎて放送されたくないくらいなんかグダグダになっちゃってすごい嫌だなって思ってるから、ちょっとなんかごめんねって先に謝っとくわ。逃げとく逃げとくわ逃げときます先に。いや放送はされると思います。なんかグダグダになっちゃった。もう何がっていう何がグダグダっていうか、もうみんなからのメッセージがなんかもう卒業発表後だったからそういうメッセージばっかで、なんかもうそういうメッセージばっかで、なんかもう自分の中で何したいのか分かんなくなっちゃきちゃってなんかそう、ちょっと保険かけときますね。結果何言いたいのか分かんなくなったんですよね、自分で話してて。泣いてはないです。そうやばい、よろしくなかったんでもう保険かけまくってます。そう難しいね。いや甘がみはまぐあもうね、自分で何言ってるか分かんなくなってきちゃって、ここら辺の筋肉凝り固まっちゃってもう動かなくなっちゃってそういうことちょっとハードル下げ目で下げ目にしときました。保険大事なんでね。その間に、ちょっと最近早く寝てるんですよね。もう11時。そろそろ終わりにしようかな。最近ね、規則正しい生活を心がけてるんです。大抵放送後にもうそのまま寝てます早起きしてるかというとあれなんですけど、でも早起きするためにはまだ早く寝ないことには始まらないので先早く寝ようと思ってるんですよね。健康的な生活らしい。温めすぎても何も面白くなくなって、逆に冷え切って固まったシータの話炊飯器入れて保温押しといたけど、保温まあとりあえず切っとくかって言って切っといて、ちょっと冷めるの待っといたら、もうパックに移すの忘れてカチカチになってしまった、あーやっちまったっていう感じのお米みたいになったしーちゃんの
もう何から話していいか分かんなくなっちゃった。よくあるんですよ、よく。ああ、またやっちゃったーって。保温しないでもうすぐ切るんですけどね、私は。ご飯炊けだと思ったらすぐ切るんだけど、違うんですよ、違う、何を話したかったかも忘れちゃった。しーちゃんの話、違う、しーちゃんと話してて、あ、違う、そう、ラップっていうか、そう、冷凍、いつも冷凍してるんだけど、すぐさ、あの冷凍庫に入れるのはさ、あの冷凍庫がなくじゃん、だからちょっと冷やしてる間に忘れちゃうんですね。ひからびとしーちゃんの話は、ですね、しーちゃんがあの死なふんに行きますね。じゃねえねえ、冬になったらさ、雪山って現れるじゃん。あれってさ、雪なくなったらどうなんの？ここでちょっと待って変異をしたい、ちょっと待って変異をして、ちょっと待って変異タイム。ん？ん？ってなるじゃん。こっちは一瞬頭の中でめちゃめちゃハテナが浮かぶじゃん。ちょっと再開しますね。じゃあ再開。え？普通に雪が溶けるんじゃない？待って、雪なくなったらさ、雪山ってどうなるの？ちょっと待ってですよ、ここでちょっと待ってね。ん？ん？ってん？って思いますね。おっと思いますね。はい、再開。え、だからさ、冬に雪が積もるじゃん、だから雪がなくなったら普通に山になるじゃん。雪がなくなって普通に山になるじゃんって言うじゃん。そしたらしーちゃん、え？雪山って山なの？ちょっと待って、いいですよ。は？って、え？ってなるじゃん。なるじゃん。はい、ここで椎名の思ってたこと。え？雪山ってさ、山に雪が降ってるってこと？え、そうだよ。じゃあ何だと思ってたの？って言ったら、え、めっちゃ雪が降り積もってたまたま山の形になって、そのなってるのかと思った。たまたまそこにめちゃめちゃ雪が降って、めちゃめちゃ雪が降って雪山になってるのかと思った、って言ったんですよ。は？ってなって、え？って思うじゃん。え？雪山ってさ、こうみんなそ
こうスキー場があったりして普通に人が滑ったりとかしてるとこなんだよって言ったんですよ。そしたらそうだからめちゃめちゃ雪降るんだなと思ってって言ったんですよ。たまたまそこの土地にめちゃめちゃ雪が降って、たまたまもう本当にそれこそ幼稚園の砂場遊びかのようにたまたまそこに雪がめちゃめちゃ降ったがためにこういうザ雪山っていう形になったのかなって思ってたらしいんですよね。ね、富士山どう見えてたんだろうね。びっくりしたよね、その話聞いた時。その話聞いたのが卒業発表する日の公演の開演前で普通にゆっくりしてるタイムの時にご飯食べたりしてるゆっくりタイムの時にその話を聞いて西は笑い泣きしました笑いすぎて泣いたもう涙出てきたいやもうちょっと待てって押したいよね本当に。普通にゆっくり過ごしてるタイムの時に二人でいる時の話。天才がいたよ天才が。温めすぎて冷え切ってなかったですか、大丈夫ですか びっくりしたよね。これをちょっと表現するのが難しかったわ。私まんまコントにできそう。それな。ミスだったから。びっくりしちゃいました。ありがとうございます綺麗でしたね。以上平田椎名劇場でした。最終的に納得してくれたよ。山に雪が積もってるんだよって言ったら納得してくれたけど、雪山ってものが別にあると思ってたのかな。山に雪が降るんじゃなくて雪山って言うから。日本語って難しいですね。いやこっちが不安になっちゃう。以上。シナはちょっと勉強じゃなくてちょっとそういうところがちょっと知らないことが多いだけって言ってますよ。よく名古屋も別に普通に雪降るしね。沖縄とかに住んでたとかだったらまた分かんないけど山見たことないのか。山を見たことあるか。冬に山に行ったことはないんだね。天才ですね。だから多分富
富士山に雪が積もった状態を雪山って言うとは思ってなかったんだよきっと。そういうことだよね、理解者なんで。そういうことですよ、山に雪が積もった状態はただ単に山に雪が積もっているっていう状態としてで見てて、でスキーとかにはそういうところには行ったことがなかったから、だからスキーとかする場所雪山って思っていうのは分かってたけど、また別だと思ってたんですよねきっと。そういうことですね。解説は西がお送りいたしました。天才でした。全部雪のせいです。楽しい時間でしたね。楽しい時間もあっという間。楽しい時間もあっという間でした。今日は楽しい時間でしたか。今日は黒くてすごい申し訳ないですね。黒すぎて、まあ、ここだけの話に留めといてください。本当に。本当に。ここだけの話なんでね、ここだけの話。楽しかったですか？ YouTube ね、そう YouTube ね。YouTube ずっと残り続けるのすごくあれですよね、なんというか複雑な気持ちになりますよね。こう卒業した後も永遠に西がこうどうでもいい話をして愚痴ったりしてる映像が YouTube 上に残り続けてしまうのかって考えると、やっぱりインターネットって怖いなって思うし、生配信も怖いなって思いますよね。映像そうか、でもまあ会員限定のサービスじゃないですか。デジタルタトゥーが残ってしまう。やだ。報告する、通報すればいい。通報しますわ、乗ったら通報するからな。楽しく生きましょう。人生楽しんでいきましょう。嫌ですよ、残るの。こんな愚痴が、自分の愚痴が残るのは嫌。じゃあ愚痴になった話ですね。以上、西でした。やだ。
令和なんで。令和、うっせぇわの時代なんで、よろしくお願いします。終わります。ごめんなさい、なんか本当に申し訳ない。結局今日も2キロバイトの歌舞伎揚げしか送ってなくてごめんなさい、申し訳ない。ありがとうございました。お疲れ様でした。